33歳男です。私には結婚を考えている彼女がいるんですが、子供を産むことを考えたとき、彼女が一重なことだけがどうしても気になっています。子供を美形にするためにもっと綺麗な人と結婚した方がいいかもと考えています。一緒にいて楽しいんですが、彼女は優秀で自分よりも稼ぎが良く、一重以外何もないんですが、よりさん、このような状況を考えて子供がずっと気合い続けるか分かれるかどう思いますか。<laughs> えっと、どうでもいい <laughs> えっと、まず、あの、一重でも美人はいっぱいいます。で、あの、 問題なのは、あなたが不細工なことです。仮に、結婚相手が不細工だったとしても、自分自身が綺麗であれば、割と子供は綺麗になる確率が高いんですよ。なので、あの、南海キャンディーズの山ちゃんと女優の方が結婚したんですけど、多分、あの、子供は綺麗になるんですよ。なので、問題は、彼女さんが一人であるのではなく、あなたが不細工であることです。顔の不細工と心の不細工両方抱えてるので気をつけてください。